君がいた夏は遠い夢の中、空に駆け抜けた打ち上げ花火。はい、グッチョベイビーワン、今をフィッシングチャンネル。わ、久々に猿なしっていうのか、コクが見たな。いやでも今まだ硬くて食えねえべ。あー、なんかジャムとかにはできるのかな。いやー、あれだけ探してなかったコクワがこんなところにたくさんあるんだな。札幌のじゃねえや、まあ、前回来たあのサボダムじゃねえや、札幌市内住宅街の川ひたすら釣り上がって、まあ、前回よりちょっと上流の方から入ったんですけど、そこからもうさらになんかちっちゃな砂防ダム、結構大きい砂防ダムかみたいななんかあって、そこなんか命からがらよじ登って川を歩いたけバッチャーンって落として、あっ熊がって思ってちょっと身構えていたら、なんかどっから入ってきたのかわかんないおじいちゃんがね、川向かって石投げてたのね。わかんない、そのおじいちゃんも、いやでも俺リュックから鈴鳴らしてるからな、いやまさか熊鈴鳴らしながら川歩いてる熊なんていないよね、多分鈴鳴らしながら上がってくる熊なんて、なんかペットじゃあるまいしいないよね。なんあんな性格悪そうなじいちゃん、バチャーンバチャーンって、なんだ最初なんか桜マス羽だかと思ったっけ、なんか木の枝とか石とかあるのね、なんかバッチバチ飛んでくるのね。はぁ、あれマウンテンゴリラなんかいたかこことか思いながら、したっけおじいちゃんって、マジ焦った。こんにちはって挨拶もなんか無視するし、なんか性格の歪んだおじいちゃん、なんかおじいちゃんって性格悪い人多くね。いや俺の偏見かもしれないけど、いや分かんない、俺が遭遇するおじいちゃんがそうなんだ。なんか大きな蝶々が飛んでます。カメラじゃ追い切れなかった。ああそうそう、今日今のところの蝶々ですね。足場が不安定なの、少し今日効かないんですけど、おまた4匹ぐらいですね、うん、昨日みたいな感じだ。ああさあ動画まだアップしなかった。いや本当は夜明けからやろうとしたけど寝坊しちゃって、いやなんかなんで寝坊しちゃったのか、前日のもう夕方ぐらいからもう夜中起きようと思って寝てたんだけど、なんか眠たくて寝ちゃったんだよなって気がついたら朝の8時ぐらいになってて、そっから、でも昨日前日になんか勝負ミミズくんも買ってるから、今時期部屋に置いといても腐るなと思って、まあ、これ通信に帰ったらダメなやつだと思って、まあ、ちょっと不甲斐ないながら来ました。じゃあそろそろ帰りますか。っていうかね、釣り上がれば釣り上がるほどね、なんか小魚しかいなくなってきたのね。なんか見えるかな、あれカメラ構えたらいなくなったぞ。なんか推定5、6センチくらいの稚魚なんかこの辺5、6匹泳いでんだけど、まあこんなのさすがに針がかりしないからね。まあまた何かあったら動画もう一回撮影いたします。今日はまあやめとくか、明日は帯広じゃねえ、帯広、まあ、道東方面出張なんで、まあまあ今日は恵比寿食わないで、まあまあ
まあ、ちょっと買い物して帰ります。ではまたお会いいたしましょう。またね、バイ。打ち上げ花火。アリくん、アリくん、なんだこの野郎。おー、よくこのどこをやめよう。おい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 、おー、ちょ、そこ、そこダメ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 、せい。おい、また、おー、なんだこの野郎、この野郎、おー、おー。